更新さんアイテムコメントフォローください。冒頭オメガ。バーガーを2個プレゼントしました。うわ、バーガー2個あれです。バーガー2個あれです。もうずっとゼロポイントがついてるね。久しぶりのポイント。見てこれ、ポイント利益。ゼロ3連チャンついてたんだけど。ありがとうございます。でも投げたらどっか行っちゃう、この人。投げたらすぐどっか行っちゃうんだけど。お前何じゃないけど、見た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 、メガホンめっちゃあるよ。え？どっか使うの？見てもた。見てもた。おんちん来てんの。おんちん来てんの。
10時から飲んだ今日、うん、中休み、もうちょっと飲みたい、飲みたい、もうちょっと飲みたい、飲みたい、飲みたい、なんだそれ、チップなさみなのか、まさか、チップなさみなのか、チップなさみなのか、チップなのか、
令和の大泥棒ゴエモンさん神奈川の川崎。そう、神奈川の川崎。明日トラック取りに行って、引っ越しの荷物らしいんだけど、川崎まで運ぶんだって。で、おっちゃん運転手だけなので、荷物が下がらなくていいらしいのね、一応。一応軍手はカバンの中入れたけど、逆に荷物触ると、なんか故障したとき、壊したとき、保証がないから、大変らしいから、本当に運転手だっけ。そう、大阪の淀川湖から。明日の昼ぐらいにトラック取りに行って、4トントラック。4トントラック明日乗るからね。楽しみにしといてね、明日。明日の配信は横浜までよ。横浜じゃない、川崎までよ。川崎ってどこ？川崎。何時間なんだろう、わかんない。淀川区の、どこやったかな。あ、そうそう。いや、だって、あ、片道、え？これ電車やな。片道ね、高速で行くと思うんだけど、あ、でも6時間ちょっとらしいよ。新東名高速系で5時間41分。名阪国道と新東名高速で6時間1分。名神高速と中央道系で6時間42分だって。多分だから新東名使うんじゃない？知らないけど。ピアって何？神奈川のピアって何？往復12時間。だから、月曜日の朝9時に着かなあかんから、まあまあ、月曜日の夜中に出たら間に合うんだけど、あ、パチンコやね。4トントラックでパチンコ行けないでしょ。4トントラックでパチンコ行けないでしょよ。いや、服着てるから。服着てますけど、ちゃんと、ほら。ちゃんと服着てますけど、ほら。ちゃんと服着てますよ。うん。ちゃんと服着てるんだけど。令和の大泥棒、ゴエモンさん、給料いくらだ？給料めっちゃ安いです。2万ぐらい。運転するだけ2万ぐらい。2日かかるからね、ちょっと。日当1万ぐらいなもんでしょ。まあ、運転するだけだから。だから運転するだけで、暇だから、ずっと車載配信するから。来なされって言うたくせに来てたら来てたでなんで来てるんでどういうことですか？お茶だって別に服着ますわよ、そら。今ご飯食べてきたんだから。知ってた？回らない寿司屋行ってきたんだけど。お寿司回ってなかったんだけど。一人。嫁ちゃんと行ってもいいよって言われてるけど、別に嫁ちゃん連れて行っても、嫁ちゃん暇やろし、一日中おっても辛いやろ。行く？行かないって。ダーコさん帰りは何かのこと？ダーコさんいらっしゃい。帰りかららしいよ。帰りかららしいよ。誰か乗って帰ってくる？川崎から大阪まで来たい人乗せますけど乗せてあげるけどね。なんでしか、やみちゃん尻尾でプリプリし、なんでしか尻尾でプリ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 すんねんけど、大阪来たい人、川崎から大阪の間で大阪に来たい人がいたら乗せてあげるよ。うん、でも途中高速乗ってるから。令和の大泥棒ゴエモンさん、まさかの帰りは今はやっておこかいなこと。うん、なんてまさかの帰りは今流行りの、そんなん運べんの？いや、そのアルバイトがあるんだったら、むしろ逆に押し捕まるでしょ、それ。捕まることはあんまり、国内行こうなんだから、捕まったことないんだから。
だ途中、高速のパーキングエリア、サービスエリアで美味しいもん食おうか。美味しいもん食う配信する。途中のサービスエリア、パーキングエリアでグルメ配信する。てかさっきこのクソ店ね。これ、こんだけ使ったのに D ポイント入れてくれなかったんだけど、こんなに使ったのよ。5500円も払ったのに、D ポイント入れてくれなかったんだけど、あの、クソカッパ寿司。死ねえよ、お前。もうお金こんだけしかないわ。今日お金使いすぎたわ。今日お金使いすぎたわ。美容室行って、カット4000円、新聞代が2000円ちょっと、寿司屋が5500円。全部でいくら？今日12000円ぐらい使っちゃった。今日12000円ぐらい使っちゃった。お金ないわ、もう。アイテムちょうだい。大花火ちょうだい。ちょっと花火ちょうだい。ちなみに iPhone から出金した2万円がリソナのデビットに返金されてました。リソナのデビットカードにね、リソナのデビットカードに、ね、リソナのビザデビにね、返金されてたよ、2万円。2万円返金されてました、リソナに。リソナ銀行、新大阪行きまして、6216864。大阪行きまして、普通口座、6216864。ビザデビットの方に iPhone から出金された。見た、バンブーさん。今日お寿司回ってなかったんだけど。回るお寿司食べに行ったら回ってないお寿司ってなっちゃったんだけど、びっくりしたんだけど。ありがとう。ねえ。回るお寿司食べに行こうと思ったのに、回ってなかったんだけど、お寿司。どうしよう。そう、それなんですよ。回転寿司のお寿司ね、回ってるお寿司にお客さんとかが、クソ客がね、いたずらするから、ね、もうお寿司回さないっていう流れはいいんだけど、ね、調理場にパカッと入るから、結局一緒なんだけど。逆に見えてないから怖くない？そっちの方が。絶対バレねえからな。うん、絶対バレねえから、むしろそっちの方が怖くない？裏で何やられてるかわからないんですよ、言っとくけど。そんな寿司を食うっていう方が難しい、怖いだろう。ありたまじで。まあ言うてもね、ジャグラーに食べさせてもらったご飯だから、文句は言えないんだけど。ジャグラーに食べさせていただいたご飯。ありがとう、ジャグラー。ありがとう、マイジャグ4。ありがとう、クソアミスター。アミスター最近負けないんだけど。アミスター今5連勝ぐらいしてんじゃない俺じゃん。4連勝 ?5 連勝、さすがに、1万2000円のペカとかじゃ負けてまうけど、3000円でペカってビッグだったら絶対勝てるもんな。もうその瞬間勝ち確定でしょ。でジャグレンか、もう早めに当たらなかったら変えるっていう戦法だから、負けが 100% ないからね。低投資でビッグ引きは負けが 100% なくなるから。うん。それは勝率上がるよね。で、マグレで揃ってるからね、それ以上追っかけないから、むしろ。
まぐれで揃ってるからそれ以上追いかけないから。君たちすぐ追いかけるでしょ、ね、あと1回ペカルまでとかわけのわからん打ち方するから負けるんですよ、ジャグラーなんていうものは。わかります？よいしょ。てか君たちも献血行った方がいいよ。献血知ってた？献血ね、献血行くとね、これ何、これどうでもいいよ、これどうでもいいわ、カレー君いらない。献血カードってこういうのもらえるんです。献血カードってこういうのはね、おーちゃん次ね、もうこれ献血回数とか登録されてんねんけど、献血回数1回、献血回数1回ってなってて、次ね9月の6日、9月の6日に行けんだって。9月の6日に行けんだって。次はだ、これ献血カード持っとかなあかんない、入れとくわ財布の中に。これは別にいらないな。こんなの別にいらないわ。なんかパンフレットだけやたらもらったんだけど、献血行って。健康な血液が支える尊い命みたいなことを言われる。ドリンクバー飲み放題やからいいよね、これ。夏場献血いいよ。夏場の献血はいいと思うよ、これ。なんか、予約したら通常ポイント200ポイントプラス2がつくの？マジで？マジで？これは登録しないといけないね。これは登録しとかないと損だね。これであなたも献血マイスター。年間10回も献血できるの知ってた？成分献血だったら年間最大24回もできる。え、年間24回ってことは月2回できるってこと？すげえな。どんだけ献血できんだよ、これマジで。献血って4回できるらしい。一つ、まあ、こんなんいらないかい。献血カード。やたらとパンフレット多くても全然今まだ読んでないんだけど。血液センターでエイズウイルスの検査結果をお知らせしておりません。いや、もうエイズじゃないからです。今一度ご確認お願いしますってね、男性との性的接触があったって、嫁ちゃんともしてないのに接触だからねえっつってんだろうがよ。どうした？してねえわ。エイズ検査、HIV 検査の結果が陽性だったら危ねえな、お前。こんなやつが献血行くなよな、マジで。AB 型、俺ちゃんはやっぱり AB 型やったらしいよ、血液型。AB 型は間違いなかったみたい。検査結果って何やろ？郵送による通知のご希望をお伺いしています。1ヶ月以内にお届けしますやって。
もう今さら読んでもしゃあないね、これ。え、止まらないよ。帰ってきますよ。明日じゃないですよ。月曜日の朝着いて、明日、出発は明日の晩すると思うけど、検査サービスをお知らせする検査項目、生化学検査、血球係数検査、なんなんで HTLV-1、 分かんない。なんかそういえば同意画像のこうの、献血血液を使用する研究課題、なんか献血ドローンで血液を運ぶ研究。おばちゃんの血液ドローンで運ばれてんのかな。どうでもいいわ。なんかよくわからんけど、もうどうでもいいわ。そう、それよりもこれ映したかったの。これ映しときたい。